私の一番の仕事は母であることだと思っています私は完璧な母親ではありませんし毎日手抜きばかりしていますもちろん大変な日もあるし子育てについて全く悩みがないわけではありませんが息子が与えてくれる無条件の愛をいっぱい感じながら彼と過ごす毎日が幸せでお給料が出るわけではないけれど 私にとって一番やりがいや誇りがある仕事なんです息子を出産してからすべてが変わりました私がこの子を何としてでも守らなくちゃいけないという強い気持ちが生まれ妊娠中には子供を優先することなんてできなかったのですが息子が生まれた瞬間から母になったと実感しました私は息子に海という名前をつけたのでいつからか この子に綺麗な海を残したいといいとう思いが生まれそれまであまり関心がなかった環境問題にも少しずつ興味を持ち始めました昔から買い物する時にレジ袋を断ったり朝は電気を使わなかったりということは意識していましたが私たちが直面している環境問題について全く分かっていませんでした買い物に行くとその全てはプラスチックに包まれていて それらは分別することとななくゴミとなり分別してもそのほとんどはリサイク皆さんもビーチでゴミの山や海にプカプカ浮かんでいるゴミをご覧になったことがある方もおられるのではないでしょうか私には何ができるんだろうといろいろ調べているうちに「ゼロウエストホームゴミを出さないシンプルな暮らし」という本に出会い衝撃を受けました。 その本の本著者ベア・ジョンソンは旦那さんと2人の子供たちそして1匹のワンちゃんと暮らしている家族でカリフォルニアに住んでいるんですが1年間に出すゴミの量がなんと約1リットルだというのです。ゼロウエストという言葉には「ゴミを出さない」「無駄をなくす」という意味があるのですがその本には私が知りたかった答えがすべて書かれていました。 買い物には自身の容器を持ち運び必要な分だけ量り売りができるお店を利用したり生ごみを堆肥としてお野菜を育てたり欲しいものがあればそれは長く使えるのか壊れてしまった時に環境負荷になるごみになってしまわないかなどを意識したりすることでごみの量を減らすことができます。 自分で身近にできることから始めればいいんだと改めて気づきずっと染め続けていた髪を染めるのをやめたりマイクロプラスチックとして流れてしまう食器スポンジを自然由来のものに変えたりお肉を食べることを減らしてみたり電気代は毎月1万円だったのがエアコンを使うのをやめて今では1,000円になりました。 道端に落ちている目の前にあるゴミにも目を向けるようになり息子が1歳の頃から一緒にゴミ拾いをやり始めました子どもの頃からゴミ拾いをしていると大人になっても絶対にポイ捨てをしなくなるそうです世界にたくさんあふれているゴミを思うと些細なことに感じてしまうこともありましたが私たちの行動がきっかけで周りの友人たちも一緒に声を上げてくれたり 共感してくれる人たちに出会ったりすることで継続して続けることの大切さに改めて気づかされています子育てにいっぱいいっぱいになりながらももっと環境問題について勉強したいと毎日少しずつ調べていくと畜産動物たちについての実態も見えてきました畜産動物と言われる動物たちが環境に多大な負荷を与えているだけではなく どのように飼育されているのかがわかりそれは見ているだけで辛いものでした種差別という言葉を皆さんはご存知ですか犬や豚は知能や感覚も似ていて同じ生き物同士一緒に仲良く遊んだりもします子豚も子犬も同じ可愛い動物なのですがこの命は可愛がる命この命は肉として食べるもの とそんなふうに差別をして人間が命をさばいているわけです私は息子への授乳を経験したことで私がもし牛だったらと考えると牛たちの痛みが痛いほどわかりました私は授乳になれるまで約4ヶ月かかり夜中はその痛みで泣いたりする日も多かったのですが慣れていくにつれてそれは愛情ホルモンがあふれる時間となり 子どもとの大切なコミュニケーションにつながることを体感しました牛たちも我が子を愛し痛みを感じる動物ですが牛乳を生産すするためにに人工的に妊娠させられますお母さん牛は後ろを振り向くこともできず狭い場所に閉じ込められているので赤ちゃんの顔を見ることもできず生まれたばかりの子牛はお母さんのおっぱいを味わうことなく 搾乳期で人間のために絞り取られてそしてお乳の出が悪くなると再び人工妊娠を繰り返され最後には食用肉として殺されます動物たちの命について考えるようになったりそんな風に育てられたお肉を食べたくないと思うようになり私はビーガンになることを選択しましたそしてビーガンは環境問題や動物犠牲を減らすだけでなく 健康や貧困問題など SDGs の解決にもつながっていることを知り、シンプルなライフスタイルが私にとって心地のいい選択だと実感するようになりました。ビーガンになって周りの人たちに理解はしてもらえるものの、お肉を食べないなんてと否定されることもあり、最初は孤独に感じることもありました。でもラッキーなことに、家から徒歩3分のお店に、 ほとんどのメニューがビーガンのレストランを見つけたたり友人たちがビーガンのスイーツなどを作っていたりしていつの間にかたくさんのつながりができていましたビーガンを実践する上で安心できる材料を使って好きなものを食べるにはもちろん自炊が一番なのですが私は外食もよくします実は京都には約200店舗ほどビーガンのレストランや ビーガンオプションがあるお店がありますイタリアンをはじめさまざまなレストランで聞いてみると快くヴィーガン対応してくれるところもあり身近なところから始めることができます。動物さんかわいそうだねこれはビーガンなのと息子が話すようになったりお菓子の中身も何が入っているのかなど一緒にパッケージをチェックしたり。 ビーガンについて少しずつ理解していて毎日驚かされていますゴミ拾いやビーガンの生活を通して今までクリアに見えていなかったことに気づかせてくれたのは息子が生まれてきてくれたおかげです私自身毎日学びの連続で息子からたくさんのことを教わっていますそんな息子にも視野を広くいろんな世界を見てほしいという思いがあり 今まで二人で一緒に四カ国を旅してきましたその中の一つの国バヌアツ共和国というところにご縁があり息子が2歳の頃に4ヶ月間住んでいました透き通るブルーの美しいラグーンオーガニックの野菜やフルーツがいっぱいの島一言で言うとパラダイスです息子といろんな場所を訪れながらこれからも新しい体験をしていきたいという思いで 一度日本に帰国し次の行き先を考えていた時昨年からパンデミックが始まりまりした今まで当たり前にできていたことができなくなり扉が閉ざされたようにも感じましたでも改めて本当に大切なものは何なのか気づくことができたり日本でできることは何なのか向き合うきっかけとなった年でしたまずやってみたかった畑をレンタルして 野菜の作り方を息子と一緒に学び始めました二人で裸足になって土を触っているととってもリラックスできて虫さんやお野菜が育っていくのを観察したりするのを見ながら息子もお野菜が好きになりました無農薬の虫さんがいっぱいついているお野菜は美味しいとわかり夏はキュウリや唐辛子を生のままパリパリ食べていますその頃息子は三歳になり 周りりのお友達が幼稚園を選び始めていたりあなたはどうするのと聞かれるたびに私はこういった自然の中での体験や現在実践しているライフスタイルを変えることが想像できませんでした子供と一緒に過ごせる時間は本当に限られていてできる限り一緒に過ごし成長を見守りながら私も一緒に体験したり学んでいきたいという思いや 学ぶ場所はスクールだけでなくいろんな選択肢があってもいいんじゃないかという思いがますます強くなり今現在4歳の息子は幼稚園など通わずホームスクールしていますホームスクールとはその名の通りお家で勉強するということなんですがその家庭によって全く違います。海外ではホーームスクールをしている家族も多く 船で世界を回りながら生活している家族やしっかりカリキュラムを組みながら実践している家族などやり方は本当にさまざまですでも私がなぜホームスクールを選択したかというと一番の理由は私は保育園の時からスクールという場所が苦手で小学校中学校ほとんど学校に通わずに家で勉強していました。 当時ホームスクールという言葉をもちろん知っていたわけではないのですが両親は困り果てて仕方なくそんな私を受け入れ通信教育や習い事に通わせていました友達に恵まれなかったわけではないですがなんとなく自分の居場所がここではないないいととずっと感じていました今でも覚えていることは小学校1年生の時に先生が私に意見を聞いた時のことです。 私は勇気を出して自分の意見を伝えたのですがそれは間違ってるという言葉が返ってきました本当の思いを伝えたにもかかわらず自分が嘘をついたような気持ちになりそれからみんなの前で発言したりすることができなくなってしまい自分の席でお漏らしをしてしまったこともありますたくさんのクラスメイトたちが手紙を書いてくれたり家に遊びに来てもくれました 私が学校に行かない理由は病気だと伝えられていたので「早く元気になって学校に来てね」とずっと励ましてくれたりしていましたただその言葉は私にとってプレッシャーで学校に行っていないことで後ろめたさもあったので日中はほとんど出かけることなく引きこもっていました小学校からカウンセリングを受けていたのですが 今思い返すとそれは私にとってとても貴重な時間でした当時の私は同じ年の子たちと話すより大人の人たちと話す方が好きでカウンセラーたちは私を一人の大人のように接してくださり自分と何度も向き合うことができたんだと思います母の仕事の関係で小さい頃から外国人の方たちと触れ合う機会も多く なんとなく学校だけではなくそれ以外の世界があるんだなと知っていた気がします私の中で高校に行く選択肢もなかったのですが高校は自分で選んでもいいよと父に言われて分厚い高校案内の本の中から一つの高校を見つけましたその高校はインターナショナルスクールで写真には黒人の先生が写っていましたそれを見て この学校ななならら差別されれることとく受け入れてもらえそうだなと直感的に思いました早く私の過去を知る人たちや両親のもとを離れたかったので寮に入ることもなんとか両親にも受け入れてもらい海外から来た留学生たちと一緒に暮らしながら高校生活をスタートしました高校生になると自分の意見が言えなくなる子が多いと聞きます。 でも私は高校生になって、優しくて理解ある先生や友人たちのおかげで、人前でやっと自分の意見が言えるようになりました。息子のスクール選びについて、無理やり連れていくのはどうしても抵抗がありました。学校が苦手だった過去もあるし、何より息子が私と一緒にいたいと言ってくれていて、きっとそんな風に言ってくれる期間は、とても短いと感じていたからです。 ホームスクールをしている知人も何人か海外にはいたものの日本では学校に行かないということは未だにネガティブなイメージが強いと感じますでも日本でホームスクールをされていた方の本を読んだり実践されている方たちとお会いするうちにやっぱりホームスクールをしようと決心しずっとプレッシャーに感じていた幼稚園選びから解放されました 息子はまだ小さいので勉強などは特にしていませんがこれからたくさんの選択肢が増えている中それぞれがそれぞれのスタイルで学ぶことができることを伝えたいそしてママやパパたちが悩みや思いをシェアできるようなホームスクールのコミュニティを作りたいと友人と一緒に今年の9月から少しずつ活動しています。私は息子と2人暮らしで ほとんど毎日一緒に行動しています仕事も息子がいてもできることを選択したり海外に行くことが今は難しいので日本でまだ行ったことがない場所に行きたいなと今年は十0都東府県を一緒に回ったりしながら楽しく子育てをしています息子も友達に恵まれいろんな場所にお友達がいて年上の子たちには遊んでもらったり 年下の子たちにはお兄ちゃんらしく面倒を見てあげたりしています私がそんな経験を通して皆さんにシェアしたいことは子供が苦しい思いをしているときその子の声に耳を傾け本当に大切なことは何なのかに意識を向けていろんな選択肢を考えてみてほしいということです私たちは得意なこと好きなことがみんな違います学校でみんなと同じ教育を受け 用意された課題をこなしていくのではなく私は子どもが興味があることを尊重し自身でやりたいことを見つけて学び自分の力でクリエイトする力を身につけてほしいと考えていますそれは子どもたちだけではなく社会人の人たちお母さんやお父さんすべての人たちに言えますみんなこうでないといけないという決まりはないしみんな違う色があっていいはずです 私は母であることが一番の仕事だと言いましたがだからといって自分がしたいことを諦めているわけではありません子育ても仕事も遊びも思う存分楽しみながらこれから私ができることを実践し挑戦し続けますでもその全ては私一人の力だけではできません皆さん一人一人が声を上げてつながることができたら私はより良い世界になると信じています みんなで助け合い循環する社会をつくるために一緒に考え行動していきませんか子どもたちの未来のために。